び太くんまたサボって。はーい。何読んだろうな。これ小さい頃大好きだった絵本なんだよ。豚さんとかゾウさんとか動物たちが本当に友達みたいに思えてさ、あの頃は無邪気で夢いっぱいで、幸せな時代だったな。二度と帰らぬメルヘンの世界。そうでもないよ。メルヘンランド入場券。22世紀のレジャー施設なんだ。みんな動物に変身して楽しく遊ぶの。いいね、しずかちゃんを誘ってくる。メルヘンランド連れてって。きっと楽しいと思うんだ。ニョビタキュー、俺たちも行くぜ。メルヘンランドではエチケットを守って21世紀人の恥にならないように振る舞うこと。いいね。はーい。では出発。動物になるんですって。俺はかっこよくライオンになる。僕は白鳥なんか似合いそうだな。それは自動的に決まっちゃうんだ。それぞれイメージに近い動物に変身する。僕は何だろうな。さあ着いたよ。え、ここが？なんだか寂しいところね。でかい木があるだけじゃねえか。どこがメルヘンなの。まあ見てなよ。ようこそメルヘンランドへ。ここが入り口。並んでついてきて。はい、チケット5枚。どうぞお入りください。どんな場所かしら。ここを抜けるとお待ちかねの変身だよ。やったぜ。さ、僕らも行こう。ちゃんは可愛いタヌキさんね。僕はタヌキじゃない。カメか。あ、かっこ悪いな。僕はタヌキ。いいかい、ここで遊びたければそれぞれの役になりきることだ。みんなわかったね。仕方ないね。我慢しよっか。ウキ。さあ、あちこち回ってみよう。行こう行こう。待ってよ、走らないで。でも、これどうやって渡んのさ。行き止まりじゃねえか。まあ見てな。なんだ？すごい！さあ渡ろう！虹の橋なんて素敵！材質は本当の虹と同じだよ。じゃあ落ちちゃうんじゃないの？水滴を固定してあるから大丈夫だよ。色も綺麗に着色してある。大丈夫？助けて。にぎやかだな。キャンプ場ですって。大活躍ね。釣りでも狩りでも賢くて俊敏なキツネの僕に任せてよ。ま、タヌキじゃこうはいかないよね。おい、見ろ！
白雪姫やシンデレラ、いろんなお姫様が一緒に住んでる。あそこまで協賛しようぜ。いいね。待ってよ。あれ、のびこめは。おい、少し休もうよ。くたびれたよ。あら、こんなとこで昼寝しちゃダメよ。カメが昼寝してウサギが起こしてる。美しい。なんて神秘的な存在。なんだか眠くなってきた。寝ちゃダメよ。あっちに貸しボートもあるよ。はい。見ろ、カチカチ山だ。ドラ船が沈まないようにね。余計なお世話だ。え、沈む？沈まないから。あれ、ジャイアンは？うまい木の実だ。猿になっててよかった。一人で食べてないで。こっちにも落としてよ。うるせえ。まず俺が腹いっぱい食べてからだ。それまで青い実でも食ってろ。お助けを。あっち。敵討ちするなら加勢するよ。あっちで食事しよう。いらっしゃいませ。おむすびをどうぞ。これをつかめって。ご自由にお取りください。はあ、はあ、おい、これじゃ食えねえぞ。おむすびかい、すっぱんだ。おむすびかい。まあまあだな。なあ、お菓子だけじゃ物足りねえぞ。カツ丼とかラーメンとかねえのかよ。北風のくれたテーブル掛けをレンタルしたよ。これなら何でも出せるから。綺麗ね。冬だとは思えないや。ここはいつも花盛りなの。花坂じいさんが管理してるんだよ。あれ？急に暗くなるのか？昼でも楽しめるナイトゾーン。ここから空に登るの？どうやって？この豆をまけばいいんだよ。久しぶりに幼い日に帰ったみたいだったよ。まだ夢を見てるみたい。喜んでくれて嬉しいやん。やれやれ、みんな幼稚っぽいな。少しぐらい刺激がなくちゃね。例えば恐ろしい魔女なんか登場させるとか。のび太！仕事をほったらかしてどこ行ってたの？しっかり片付けなさい。ほほほ、魔女は現実の世界だけで十分だ。